はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。いや、でもあれだな。なんか、俺基本的に酒の飲むときは、つまみ食わないんですよ。ただその代わり、タバコをね、吸ってたんですけど、タバコがなくなると、なんかこう、手持ち無沙汰になるというか、なんか、あれなんだよな。かといって、つまみは食わないんで、なんかこう、なんか欲しい。つまみ、何かをつまみたいんだけど、別につまみは食いたくないんだよね。はい、今回食べるのは、飲むのは、CGC のチューハイのグレープフルーツです。アルコール度数 7%、果汁が 4.2%。原材料はグレープフルーツ果汁と、醸造用アルコールと糖類と酸味料と香料です。なんかこう、欲しいな。いい感じに、つまみだったんですよ。いわゆる、タバコがつまみだったんですよ。酒の。本当に。だけど、タバコがなくなったら、あれ、なんか寂しいな。あ、なんか口が寂しいな。なんか、酒を飲むときにこう、あれが欲しいな。つまみじゃないけど。いや、でも、つまみは食いたくないんだよな。別に酒だけでいいんだよ。ただね、いわゆる、タバコってほら、食うわけじゃないでしょ？だからなんか、こう、フレーバー的な何か、感じだったんです。だからそれがなくなると、物足りないんだよな、なんか、乾杯。なんか物足りねえな。ああ、なんか物足りねえな。ああ、なんか。ああ、無性にタバコ、酒を飲むとタバコが吸いたくなる。うん、なんかねえかな。いや、なんか、つまみ。つまみ。なんかつまみ。ああ。柿の種が。柿の種食べよう。いやー。やっぱこれじゃないんだよな。これじゃないんだよ。別に食いたいってわけじゃないんだよね。つまみが食いたいってわけじゃないんだよ。タバコが吸いたいっていうことなんだよね、結局。酒とタバコは非常に合うんで。酒飲んでる時にタバコが吸いたいんだよ。そこなんだよな。あー、ちょっと、辛いですね。やはりちょっと禁煙はちょっと辛いですな。うん。まあ。だけどさ、ガムがあるんだけど、酒飲んでる時にガム食えないでしょ？そこなんだよ。だけど、タバコは、酒飲んでるときは吸えるでしょ。にも吸えるでしょ。だから、そこなんだよね。そこなんだよ。結局。そこなんだって。ガムはね、噛めないんだよ。酒飲んでるときは。
構きついな。あー、なんかねえかな。なんかこう、なんかさ、こうさ、まあ、ないんだろうな。酒の飲んでるときにこう、つまみじゃないんだよな。つまみが食いたいわけじゃないんだよ。酒を飲むとやっぱりタバコが吸いたくなるね。これはすごく、つまみではちょっと、別にお腹減ってないんだよ、だからつまみは別に食いたくないんだよ。なんか微妙だな、やっぱな。やっぱりね、タバコはね、酒の友ですね。酒飲んでるときタバコはうまいんだよ。ただね、タバコはね、すっごい俺は喉がね、次の日に喉が来るんだよ。とにかく、喉がもう、ごほごほ咳が出て、痰絡むんで、喉が痛い。そういう系なんで。そういえば、ちょっと話がね、特に会話することがないんで、言いますけど、最近ニュースで、ね、官邸ドローン事件ってありますけど、あれドローンって何なのって、俺、知らないんだけど、ドローンって何って話なんですけど、総理大臣官邸の屋上に小型の無人機ドローン1機が落下しているのが発見された。で、このドローンって俺聞いたとき、何それって思ったんですか？皆さん知ってました？ドローンって。そんな有名な単語なの？っていうか。知らねえんだけどって。なんか、あたかも当たり前のようになんか使われてるけどさ。
えって。何それっていう話よ。だからドローンが墜落してるのかとかで言われたから、はぁと思ってね。何ドローンってと思って、ずっと疑問に思ってたんだよ。何ドローンってって、いわゆるなんか、プロペラみたいな、なんか、小型ヘリみたいな。小型ヘリっていうよりは、あれか。小型、ん？小型航空機みたいな。ラジコンみたいなもんですよ、簡単に言えば。そうらしいですね。だからドローンっていう単語がさ、今まで全然知らなかったからさ。何それって話んで、まあ、調べたらまあ、無人機、小型の無人機。そんな調べねえとわかんねえよ。だからドローンってずっとなんだろうと思ってて。ドローンって、まあ、いわゆる リモコンじゃない、あれでしょ？ヘリの、あれでしょ？いわゆる、リモコンで操作できるようなやつ。飛行ドローンとかさ。言われても知らんつん。知らんって話よ。何ドローンって言ったの？しかもそれがさ、そのニュースでさ、ドローンって言われてさ、もうちょっと説明してほしいよね。ニュースもさ、そんな当たり前のようにさ、なんかドローンがうんちゃらかんちゃらでとかって言われてさ、言ってるからさ、もう視聴者置いてきぼりなんだよ。もう意味不明なわけよ、こっちとしては。ね。そんなドローンなんて単語なんてさ、今までさ、そう使わなかっただろ。だからさ、普通さ、ちょっと説明くれよって話だよね。あと関係ないんですけど、最近、やけに、まあ、選挙のね、あれでね、やけになんかさ、うるさいじゃん、外が。ありがとうございますとかさ、言うじゃん。あれさ、ちょっとイラッときたのがさ、俺いつも8時に出勤するんだけど、8時に車こう出して、行くんだけど、もたもたしてる選挙カーがいるんだよ。マジで。あれなんなのあれ。お前絶対入れねえからな。誰だっけなあいつな。あのクソの名前な。あれ絶対入れないわ。あいつの名前絶対もう覚えてるから。入れない。あいつは。もうトローって行くじゃん。選挙カーって遅ーく行くじゃん。だから、それで詰まってんのよ。朝忙しいっていうかさ、せいぜいさ、10時ぐらいから開始せよって。お前なんで朝8時からさ、お前、出勤の時間帯によ、お前らなんでお前活動してんだよって。思わない。これ逆効果だよ。はっきり言って。本当に。クレーム入れてるかな、今度は。あいつ。クレーム入れてやろうかな。あまりにもさ、8時に俺出勤するのに、その出勤の時間帯にさ、合わせるようにしてさ、いるんだよね。で、こう、もたつくんだよ。で、俺、通勤時間がだいたい10分ぐらいなんで、すぐ、つくんですけど、それがなんか、その時に、たった10分なのにさ、お前そこに、俺のとこに合わせてくるのっていうぐらい、どんだけ運、俺に嫌がらせしたいんだよって、その10分の、たかだか10分のところに、俺の車の、その場所に合わせてくるんだよ。
なんでお前たった10分のところにさ、お前がいるんだよって。な？他の時間にせよって。せめて8時半からにしてろって。俺が出勤してくるところから来るなと。まず。せいぜい9時ぐらいからさ、あれさせよな。頭おかしいんじゃない？ 7 時から9時の間なんだお前。出勤ラッシュだろ。バカだろ。ほんとに。と思わないですか？さすがに、ほんと逆効果だよ。あんな俺絶対入れないよ。あいつ。今からちょっと調べてやるけど。あの野郎、名前調べてやるわ。新潟県柴田市。選挙。ああ、こいつ絶対、あれ、やらんぞ。絶対、こいつ入れんから。ほんとに。絶対、ああ、確かに、これ言ったら多分あれだわ。俺の家で特定されるからあんま言いたくないけど。今思い出した。今思い出したやつの名前。あ、絶対あれ入れん。あいつは絶対に入れない。100% もう覚えてるから。覚えてるから。もう覚えてるからね。その名前は、昔、俺が、小学生の頃に、同級生だった人間がいるんですよ、その名前で。名字がね、一緒の人がいて。で、関係ないんだけど、そいつが、すっごいいわゆるドラえもんでいう、スネオの、ポジションだったんで。スネオポジションで、すっげえ腹が立って、もうだからもう俺の頭の中で覚えてるから。絶対入れねえから。こいつには。こいつには絶対入れない。まあ、つっても俺選挙で投票したこと未だに、27年間未だに一回もないんですけど。まあ、多分次も入れないでしょ。こいつだ。こいつ絶対入れない。あれ？え、まさか当選したとかいうパターン？こいつ当選したとかいうパターンではない。あぶね。あれ？どこだ？議員名簿。絶対入れねえから。てかさ、前も言ったと思うんだけど、選挙カーってさ、イラッとくるのがさ、なんかさ、なんとかかんとかでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とかって言うじゃん。あれがイラッとする。死ねと。別にありがとうございますっていうか、お前らに手振ってるわけでもないし、なんか、あたかも手振った人がいるかのごとくさ、ありがとうございますって言うのやめてくんない？なんか、ありがとうございますって言われると、あ、誰かなんか、あれ、賛同者がいるのかなって思うじゃん。あれ絶対策略だよね。ありがとうございますって言うの絶対策略だと思う、あれは。確実に策略だと思う。絶対。絶対策略。100% 策略です。これは？
新田市議会議員、新田市議会の議員のあれか、新田市議会議員名簿。新田市議会。新田市議会なんて、お前、新田市の議員、議会。せめてこうさ、なんかさ、自民党とか民主党とか共産党とかだったら分かりやすいんだけど、議会って、関係ないんじゃない？俺基本的に自民党は絶対入れたくないんで、まあ、入れたこともないんだけど、いわゆるね、いわゆる投票に行ったことすらないんだけど、まあ、絶対入れたくないのは自民党は入れたくない。で、民主党も、あんまり入れたくないけど、まあ、自民党よりはマシかなと。まあ、せいぜい自民党よりはマシ、共産党はかなり影薄いんで、民主党に入れた方がいいんじゃないかな、とは思うんですけど。民主党か共産党に入れたい。あ、2チャンネルにスレがある。これ2チャンネルか。新潟県新発田市はいいところ。だって。本当にこのクソ。選挙カーマジで死んでくれよ。本当に死んでほしいわ。この選挙カー。せめて9時からにしろ。選挙の活動は。まず。なんで8時からお前、選挙活動始めてんだよ。アホかよ。しかも平日だぞ。まあ、平日の8時からさ、選挙活動を始めるバカいる？他のやつ全然始めてねえよ。あいつだけだよ。クズだけだよ。マジで。まあ、そいつだけなんだよ。選挙、朝、迷惑でググると、選挙カーを使う候補者が政治家としてダメな理由3つ。まず選挙カーはうるさい。子供を、赤ちゃんを寝かせたのに、ね、それで起こされた。受験生の気持ちがわからない。まあな。朝の8時から選挙カー回ってんじゃねえよ。時代遅れだし、騒音でしかないよ、あれは。これまさにその通り。本当にこいつさ、
いや、別にさ、あれならいいぜ。12時ぐらいだったら別に俺はいいんだよ。俺はな。でもさ、普通さ、一般のさ、一般的に考えてさ、7時、8時のさ、朝の時間帯にさ、普通の人は、それが出勤時間でしょ。トロトロ20キロぐらいで走られてさ、邪魔でしょうがないだろ。それ考えないの、普通。でさ、しかもさ、選挙カーってさ、一番思うのがさ、あの、なんとかなんとかですって、名前しか基本言わないでしょ。それに意味はあるのか。で、結局名前だけ言っても、ああ、そうですかって、ああ、そいつね、はい、っていう話でしょ。その人間が何をしたいのかとか、方針とか、そういった、内容については一切触れないわけじゃん。それじゃ分かるわけないじゃん。そんなやつに入れるわけないでしょ。名前だけ聞かれても、あ、そうですかって。ただ自己紹介してるだけなんだよ、名前の。私は何々が、何々の目的で、ね、うんちゃらかんちゃらとかで目的を、理由とか言われたら、まあ、はあはあはあってなるでしょ。名前だけ言われてもさ、知らんって。はあ、そうですかとしか言えないよ。てか、ただの無駄だよ、時間の。うん。朝っぱらから選挙カーで騒音撒き散らすアホより、駅前で人の邪魔にならないようにして挨拶する人の方が好感持てるな。うん、選挙カーってただの不快な騒音公害だよな。名前とお願いしますを連呼するだけで極めて非生産的。刷り込み効果を狙ってるだけなら有権者は馬鹿にしすぎ。叫ばなきゃ名前も覚えられない程度の仕事しかしてない奴はそもそも議員に向いてないんじゃないか。その通りです。大変ご迷惑をおかけしていますとか言いながら選挙カーで走ってけどさ、迷惑かけてると思うの。そうやって放送しながら走るのやめたらいいのに。そうだよな。俺さ、今度さ、俺、今度ちょっとこれ、あれ、なんかちょっと腹立ってきたからさ、これあれだわ。今度ちょっと電話でクレームつけるか、こいつ。このクソ。クソ人間。このクズ人間ちょっと、あれするか。もうぶっちゃけた話。もう言っちゃうけどさ、しねえよ。で、結局これさ、この人間じゃないんだよ。だから選挙カーってさ、大体女の人がやってるんだよ。でね、その人じゃないんだよ。このおっさんなんだ、この、どう見てもおっさんなんだけど、あ、やべ。マジ。まあ、おっさんなんだけどさ。どう見てもおっさんなんだけど。こいつさ。あ、これやべえな。今思ったけど、すっげえやべえな、これ。あ、これやばいわ。これガチでやばいわ、これ。本当にやばい。
やっべえな。言っちゃったよ。やべえ。これちょっとやべえな。ちょっと名前ばらしちゃったけど、これ。あかんぞ、これ。これ、あと編集で消しとかないと、これ。俺のあの、住所完璧にバレるわ。俺がその住所の近辺だってのを完全にバレると、これ、やばいぞ。柴田氏だけでもかなりやばいのに、ちょっと、さらに俺の住所が、住所のすげえ近辺だもんな、これ。あ、やべ。これ編集で消しとこう。これは編集で消しとくべき。あぶねえ。これはさすがにちょっと切れて酒に酔ってちょっと言うべきものじゃなかった。本当に俺の現住所とほぼ同じだもん。びっくりした。だから通りで俺の近くで、なんか俺の、朝俺の家のなんか近くでなんかやってると思ったわ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。これ編集でちょっとこいつの名前消しとこう。あぶねえ。さすがにあぶねえわ。これ結構美味しいですね。うん。これ結構美味しい。だいぶ忘れてたけど。かなり話飛びましたけど。はい。3、4、4、え ?3、4、3、4です。ご視聴ありがとうございました。